高橋です。はい、もう限界ですね。視界が狭まってまいりました。日本国民全員の視界が狭まってまいりました。髪がね、切れないですよね、今の時期。こうなってきて困るのがですね、マイバサミを持ってない人たち、自分で切る能力がない人たちなんですよね。うん、本当に切り方わかんない。学生時代に学んでおくべきことの一つでしたね。学生時代に学んでおくべきこと3つ、恋愛、自分で髪を切るということを、あと話聞いてなくても使える相槌ね。うん、いっぱい見つけとくといいですね。なるほどね、だからか。これは万能ですね。まあ要するに、自分で髪切れない人ってのは2つできないんですよ。1つはやっぱり美しくできない。もう1つが均等に切れないっていうところなんですよね。もうこれのせいでパッツンすら多分できない。だから美しくはできないですよ。美しくはできないですけど、機械なら均等にできますから、そっちの方が多分マシ、僕のこの右腕より。というわけで、美容師くん1号作っていきましょう。作っていきましょうというか、お招きしましょう。まあ構造は簡単で、今回もこのアルディのロボットの脳みたいのを使っていくんですけども、こいつにいろんな機械の動作を教え込んでいくんですけども、その先に取り付ける機械、今回一種類だけです。こちらサーボモーターですね。ちょっと前回の機械の残骸が残っちゃってましたけど、ハサミを自動で動かすというのと、腕を自動で動かすということです。要するにこれが腕の肘の部分、こいつが動くとウェーウェーウェーって動く。でその先にさらにモーターをつけて、ハサミがチョキ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 、腕が動く、チョキ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 、寝てれば完成ということです。そんで今回僕もイメージチェンジ、まあ長くなってきましたから、ちょっと今回は美容師くん1号にお願いしたいと思います。なるほどね、こう動くわけね。 OK、 これが肘です。だから腕がね、ああいいじゃん。第1回のしゃもじが残ってますね。しゃもじ、まあでもそっか、まずハサミを動くようにしなきゃいけなかったのか。そうだそうだ、買ってきましたよ私、こちらです。三発バサミ、あーすごい軽いですね、普通のハサミよりも。かなり動いてますね。いいんじゃない？ OK、 ハサミできました。できました、バーバーン。うえー、あんま動きすぎても怖いからね、こんなもんでご勘弁です。でこれをここに戻せば完成です。このカット君1号は、軽くて丈夫な大身だとブレンディーボトルを採用。超音波距離センサーで、目の前にお客がいないときは作動しないという安全保障付き。この鮮やかな黄色が切られるものを安心させる。鋭いハサミ、安心させるボディ、ブレンディーボトル。完璧なカット君1号の誕生だ。はい。今回何が起こるか分かんないということで、一旦マネキンでリハーサルしてみたいと思います。それではさっぱりしちゃってください。カット君1号始動。すごい、右後ろだけを執念深く切ってる。腕どうしたの？
あんだけ怖くてこれだけ